1923年8月の全線開業にあたって製造した通勤系電車である。神戸姫路電気鉄道の初代技師長となった高木も市のアメリカ視察の成果を受けて大阪鉄道で1型に続く日本で2番目の直流1500ボルト電革関用電動客車として設計され1から15の合計15両が1923年に 川崎造船所兵庫分工場で製造された。その使用機器はことごとくアメリカからの輸入品であったことが知られている。当時としては一般的なシングルルーフの木造14メートル級3扉ロングシート車である。車体幅は地方鉄道建設規定が許容する最大値である2.74メートルでゆったりとした印象を与えていた。 窓配置は 1D121D221D1 で外観上扉間の側窓は2枚単位でまとめられており、前面は非貫通3枚窓であるが、中央の1枚のみが強幅とされ、側窓を含むすべての窓が1枚加工式となっている。台枠は構成で、床下には補強、補正用のトラス棒が取り付けられていた。なお、 全商等は通常装着しておらず、必要に応じ道具を全面中央倉庫に取り付ける方式であった。連装品は先行する大阪鉄道が、ウェスティングハウスエレクトリック車製を採用したのに対し、こちらは同じくアメリカ製だが、兵庫電気軌道で実績があった、ゼネラルエレクトリック車製で統一されている。直流1 5 0 0ト対応のために、 当時の最新鋭機器が全面的に採用されていたのが特徴である。GE 社製の伝送品は日本でもこれ以前から阪神急行電鉄をはじめとする各社に導入されていた。だが、それらの各社では直流 600V あるいは直流 1200V での電化となっており、このため特に直流 1500V 電化に対応する端子電圧 750V 仕様の GE 社製種。 電動機の採用事例は本形式向けが日本初となる。もっとも1920年代中盤以降は GE 社の日本での技術提携先である芝浦製作所で正規のライセンス契約に基づいて主制御機や主電動機が製造、供給されるようになったため1927年以降に宇治川電機で同種機器の新規購入が必要となった際には それらの芝浦製機器が採用されている。このため、日本で、端子電圧 750V 仕様の GE 車製電動機を最初から 1500V 電格間対応電車用主電動機として、使用する目的で輸入したケースは、この新規電鉄向け以外では確認されていない。GE 車製 GE-263 が、主電動機として採用された。この電動機は、 当時すでに阪神急行電鉄が神戸線向け新造車に直流6 0 0ボルト仕様のものを採用していた。波数比は2.74で、全開時での高速運転も可能な設定となっていた。制御機も GE 社製の電空無軸式制御機で、当時最新の自動加速制御機の一つである。ただし、高速運転に必要な弱め開時は搭載されて、おらず、 前回時での時期並列制御のみに対応したものが採用されている。BW-78 から 25A を台車として装着した。これも日本製のデッドコピー品ではなく、アメリカのボールドウィン社による純正品のボールドウィニエ型が輸入されている。この台車は後に日本製デッドコピー品と区別なく混用された。これらは最終的には、 車内形式 BW-1 として300型に転用されたが、そこでも検査時にたらい回しにされる関係から一切区別されず、純不動で装着されたため、わずかながら存在する外観上の識別点からそれと知れるのみであった。空気ブレーキは J3 同弁を用いる制御間式の G 車制、AVR 自動空気ブレーキである。このブレーキは、 兵庫電機が採用していた原始的な直通ブレーキと比較して長大編成、高速運転に適したシステムであった。直流 1500V 電化で先行した大阪鉄道が当初よりパンタグラフを採用していたのに対し、こちらは直流 1500V 電化鉄道では日本の鉄道史上唯一となったトロリーポール終電が採用されている。 このトロリーポールも GE 車製でアメリカの高速電車で一般に用いられていたスライダーシューを使用するタイプではなく先端にホイールがついた従来通りのタイプのものが選択されている。また連結運転時には母線引き同士を行わなかったため2両の電動車双方のトロリーポールを上げて終電を行っておりこのため連結運転時に 車掌は二人乗務する必要があった。なお、平用軌道区間がなく、単式化線方式を採用していたためポールの本数は前後各一本で平用軌道区間に埋設された水道、ガス管の払拭防止を理由として、複式化線方式の採用を強いられたために前後に2本ずつ、ポールを搭載していた兵庫電機とは状況が異なっていた。 標準機関で商船との直通貨物も存在しなかったため、当時最新の自動連結機が採用された。新規電鉄開業後、唯一の旅客車として、赤石姫時間の全線で運用された。新規電鉄は制御車を製造しなかったため、本形式は、その在籍機関を通じて、常に同型車のみによる全電動車編成で1両、あるいは2両編成にて運行された。 だが、1927年に、新規電鉄と兵庫電気軌道が、相次いで宇治川電気に買収されたことで、本形式を取り巻く状況は一変した。河川電圧直流 1500V、車体幅2.74メートルの本形式では、河川電圧直流 600V、車体幅2.4メートルの旧、兵庫電気軌道区間への入線が、物理的に不可能であったため、 両区間を直通する列車の運行開始にあたり、窓配置は本形式と同様であるが、車体幅を2.4メートルに縮小した、半抗性の新車体を製造した上で本形式の車体を廃棄、主要機器を副電圧対応へ改造の上で、流用する51型が新造されることとなった。それゆえ、百二十七年に本形式は、車令わずか四年にして全車が十一型への、 危機教室のため廃車され、形式消滅となった。1927年の廃車後、まだ新しい1から9の車体は、当時同じく、宇治川電機の傘下であった大見鉄道の電化時に、譲渡され、新造の伝送品や台車などと組み合わせて出廃地、型となった。これに対し、大見への車体搬出後も明石工場構内に、残されていた10から15の車体は、 戦時中の車両不足の際に再起を果たすこととなった。赤市工場で車体を心さら館の中心線で空竹割りにし、その切断面で0.34メートル分幅を詰めてから再度結合し、車体幅を縮小するという前代未聞の大工事を施行の上、工場手持ち機器を偽装の上で、電動車の2代目 76K76 76から81として現役復帰した。 本形式は、ひとまとまりの車両としては極めて短命であったが、うじが電気 51K250K270K300 型と流用を繰り返した主要機器も、上述の通り全数が再起した車体も、繊細で消失した二代目 76K の3両を、除きいずれも長期間にわたって有効活用されており、その後の車両、建築限界の基準となるなど、産用、 大江両者の囲碁の車両設計に大きな影響を与えた重要な車両である。ありがとうございます。